先輩、膵臓ってどんな働きをしているんですか？インスリンの正しい役割についても解説するよ。一緒に出直そう。副甲状腺が関与していたということになります。膵臓の内分泌の役割としてグルカゴンとインスリンというものがあります。まあ、ソマトスタチンはね、今回のところはまあちょっと置いておこうと思いますが、膵臓の内分泌としまして、アルファ細胞、あるいは A 細胞と言いますが、グルカゴンが出てきて、これは血糖を上げる。そして、ベータ細胞、B 細胞からはインスリンが出てきて、血糖を下げると。他のところでもお話をしましたが、血管の中のブドウ糖を消し去っているというわけではなくて、血管の中のブドウ糖を細胞の中に今連れて行っているということですね。でその際に、同時にカリウムもですね、ブドウ糖と一緒に細胞の中に連れていきます。ですのでインスリンというのはブドウ糖とカリウムを細胞の中に連れていくと、そういう、ね、イメージを持っておくといいのかもしれません。ですから、GI 療法と言いまして、インスリンにはカリウムを細胞の中に引き込むという作用がありますので、血糖だけではなくてカリウムも下げてますよということですね。あとは、デルタ細胞、D 細胞ですが、ソマトスタチンというものが分泌されてきます。グルカゴンやインスリンの分泌抑制、および膵の外分泌も抑制している。そして、血糖および消化吸収に関与しているということですので、そもそも、続きも聞きたいです。続きは、診療の補助の教科書から、ホームページかインスタグラムから購入できます。